今日も体操の時間です。血圧や体調は普段と変わりありませんか？無理をせず体調に合わせて運動を行いましょう。まずは椅子に座って背筋を起こして膝を軽く開いて足の裏をしっかり床につけましょう。準備体操をします。まずは深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。脇から脇腹を伸ばす運動。肩が動かしにくくならないように予防したり、肩の痛みに効果的な運動です。手のひらを上に向けて手を上げていきましょう。手を上げてから手と体を横に倒します。右手から3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。足踏みの運動。両手を前後に振りながらその場で大きく足踏みをします。3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。つま先とかかとを上げる運動。足首、足の指を柔らかくすることはバランスを取るためにも重要です。つま先とかかとを交互に上げます。まずはつま先から3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。股関節の運動。この運動はお尻の筋肉のストレッチです。腰痛予防に効果があります。片方の膝を抱えて胸の方に引き寄せます。膝が曲がりにくかったり痛みがある人は太ももを持って引き寄せましょう。痛みがひどくならない程度に行ってください。右足から3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。続いて左足3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。肩甲骨の運動。肩こり予防や姿勢を良くするのに効果があります。両手を肩に置きゆっくり大きく回します。まずは後ろから前に2回。3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。反対に2回。3、2、1。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。体が少し温まってきましたか？ストレッチをすることで血流が良くなり、この後行う
筋力運動の効果が増強されます。それでは早速筋力運動をします。皆さん手首にバンドをつけましょう。重りは慣れてきたら少しずつ増やしましょう。痛みや体調に合わせて重りの量を調整しましょう。無理は禁物です。改めて良い姿勢を意識しましょう。背筋を起こして膝を軽く開いて足の裏をしっかり床につけます。腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げることが楽にできるようになります。親指が上を向くようにして肩の高さまで上げていきます。腕を前に上げる運動です。3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、肩まで上がらなくても上がるところまで上げていきましょう。6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、左右の高さは無理に合わせる必要はありません。6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9。高いところに手を伸ばす筋肉にも効果的な運動です。6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。次は腕を横に上げる運動です。手の甲を上に向けて肩の高さまで上げていきます。この運動は洋服を着替えるときに袖に腕を通す筋肉を鍛えます。またカバンなど持ち上げることが楽になります。腕を横に上げる運動です。3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、肩まで上がらなくても結構です。上がるところまで上げていきましょう。3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5。左右の高さは無理に合わせる必要はありません。6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9。先ほどと同じ物を持ち上げたり高いところに手を伸ばすときにも効果的な運動です。2、3、4、5、6、7、8。では皆さん、バンドを外して椅子の下に置きましょう。次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが
楽になるのはもちろんのこと、階段の上り下りが楽になります。少し浅く椅子に腰をかけて、足を後ろに引いて座ります。手は胸の前で組みましょう。膝が痛い場合は手を膝や椅子に置いて行ってください。ゆっくりと行います。椅子からの立ち上がり運動です。3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、膝をゆっくり伸ばしていきましょう。4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。続けてもう10回行います。3、2、1、はい、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。頑張りました。喉が渇きましたね。
このあたりで水分補給をしましょう。水分補給が終わったら、足首にバンドをつけましょう。次は膝を伸ばす運動です。この運動はつま先を手前に向けることで太ももの前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで立ち座りや歩行、階段の上り下りが楽になります。つま先を手前に向けながらしっかり膝を伸ばしていきます。片足ずつ動かしていきます。膝を伸ばす運動です。まずは右足から3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8。この筋肉が衰えると膝の痛みの原因になりやすいです。6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。続いて左足、3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、下ろす時もゆっくり丁寧に足を下ろします。7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7。痛くない範囲でできる限りしっかり伸ばしてください。6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。続けてもう10回ずつ行います。まずは右足から3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8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 、2、3、4、5、
1、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。続いて左足。3、2、1、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。次は足の横上げ運動です。この運動はお尻の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることでバランスを崩した時に転倒しにくくなります。つま先が外を向かないように気をつけましょう。できるだけ目線は前にまっすぐ立ち、横に倒れないようにしましょう。では皆さん、椅子の後ろに立って椅子の背もたれを持ちましょう。足の横上げ運動です。まずは右足から。3、2、1、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。続いて左足。3、2、1、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、
6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。ではバンドを外して椅子の下に置きましょう。最後は整理体操をします。使った筋肉をほぐし、血流を良くすることによって疲労回復を促進します。気持ちも体もリラックスさせて終わらせましょう。整理体操ではゆっくりじっくり筋肉を伸ばしていきましょう。手首と腕のストレッチ。手のひらを上に向けて、腕を前に出し、そのまま反対の手で指を反らすように胸の方に引っ張ります。指から腕にかけて筋肉が伸びているのを意識しましょう。指の柔軟性を保つにも効果があります。右手から3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。続いて左手。3、2、1、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。太ももの裏のストレッチ。椅子に浅く腰をかけて片足ずつ伸ばしていきます。膝を伸ばして太ももの裏が伸びているかを意識しましょう。腰痛予防にも効果があるストレッチです。右足から3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。続いて左足。3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。腕と背中のストレッチ。肩甲骨の間の筋肉のストレッチです。この筋肉が緩むと呼吸がしやすくなります。両手を組み、しっかり前へ突き出します。背中を丸め、おへそを見ます。3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。胸と肩のストレッチ。物を持ち上げる時など胸の筋肉はよく使います。しっかり伸ばしましょう。椅子にやや浅く座り、後ろに手を組み、しっかり胸を張ります。3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15。首の運動。首の筋肉が硬いと食べ物などを飲み込みにくくなり、むせやすくなります。普段から柔らかくしておきましょう。ゆっくり大きく首を回します。まずは右から3、2、1、はい、1、2、3、4、左回し6、7、8、もう一度右、2、3、4、左、6、7、8。皆さんお疲れ様でした。運動の後は水分補給をしましょう。健康を保つためには体を動かすだけでなく、しっかり食べることも大切です。いくつになっても健康な体を保ちたい皆さん、体の運動だけでなく、もう一つの DVD の痛みカミカミ100歳体操もやってみてください。バイバーイ。